どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻しました数奇な共同戦線特急を、旧アンテイクパで攻略していきたいと思います。まあ、前回もこの圧倒カネキの、圧倒カネキをリーダーにしたパーティー使ったんですけど、やっぱりサーブにはこの宝染ひなみを入れなきゃ、語れないだろうということでね、この旧アンテイクパを使ってやっていきたいと思いますね。アンテイク、まあ、1年以上前の話なんですけど、アンテイクのパーティーを組むなら、まあ、この2人はほぼ必須と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。やっていきましょう。僕もねこれ使ってやってました。ずーっと本当にひなみ当たるまでずーっとこの2人を使ってやってましたね。いや懐かしい。まあね、赤眼カネキをサブリーダーにしてるんでね、ちょっと余裕ってのは多分あると思うんですけど、やっぱこの2人がパーティーにいる絵面はいいですね。安心する。なんかやっぱり最近は週末とかひなみが当たってからはずっと UR ばっか使ってて、面白みがないなとも自分で思ってたんで、まあ使う機会増えたらいいですね。いや、ほとんど覚えてねえな、ひなみのスキル回復とかあったような気がする。ここだな。いやー、こうやってね、昔は一撃一撃をすげえ大切に打ってね、もう一発も外せねえっていうやってたな。超級とかでは、超級とかで普通に負けるんですよね、このパーティー。なんか昔は捜査官の方が強かったみたいなイメージも、完全に今はなんかグール一強っていうかね、そういう感じになってるかと思うんですけど、赤眼カネキのせいで強いんですよ、捜査官も。でも赤眼カネキ君強すぎますね、今は。僕の番。分からせます、この勢いで。強いですね。ああ、最後圧倒カネキで決めたかったな。強くならなきゃいけないんだ。今さら SSR のこの2人を使って実況って本当に時代に合ってないなと思うけど、いいんじゃないですかね。まあ俺がまだこの2人を残してる、フル覚醒させたこの2人を残してるっていうのがね、まあ自分としては良かったと思えたところじゃないんですかね。まあ何言ってるか分かんないですけど、お疲れ様でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。